パートの揃い、ゆえさんから調理道具を買い、多目的室の設備が揃いました。吉野の谷の石板のかけらを集め、ウーパードラゴンを倒しましたっていうところで、次のパートをやっていきます。はい、片みきちゃんです。29回目のルーファクトリー2やっていきたいと思いますがあですね、深刻な進行不能バグを私は踏んでしまっているかもしれないってことにですね、気づきました。そのバグっていうのが言われてる石板バグってやつなんですけど、多分あのバレット先生にね、あの揃ったら話しかけるっていう会話を夏と秋のところで飛ばしちゃってる気がするんですよね。だから多分踏んじゃってるのでこれ以上進めることは進めれるんですけど、ストーリーが途中で止まるっていうのに多分なってしまいます。ということで今回は、まあ、その次のダンジョンまで攻略していくんですけど、正しくどうやってやればよかったかっていうのも合わせながらやっていきたいと思います。早速あの仲良し度上げようと思ったんですけど、もうバグってるってなったら、このお祭りを機に仲良し度上げようと思ったんですけど、バグってるってなったらその上げる意味がなくなってくるので、早速次の日にしてですね、会話を聞いていきたいと思います。ちょっとね、今からやるんですけど、なぜこれをやってしまったのかを喋りながらちょっと冬のダンジョンに入っていきますが、まずね、原因としてはですね、あ、これ聞きましょうはい、人が増えた、とうとうこんな場所まで来ました。ダンジョンとしてはね、季節は最後なんで寒いわね。アリア平気そうなの、一番寒そう、フルメンバーじゃない、気をつけますそれはまだだけど、でも今は石板を探しているとなんとなくそれがパパに繋がってるような気がするの。繋がらないかもしれないんです。はい気をつけます、お願いします。大変なの、行ってきます。でバグなんですけど、私すごい勘違いしてて、石板まとめて回収してもいいもんだと思ってたんですよ。それがまず間違いだったんですけど、まとめて回収はするっていうのは結構良くなくて、1枚石板を入手するごとにバレット先生に見せに行くっていうのが安全策っていうことでした。はい、ではまずひとまずですね、前回のボス倒した会話だけ回収をします。はい、かなり強力な魔法が書かれているようだぞ。これがね、渡したのが全部だと思い込んでたんですが、そうじゃなかったということですね。はい、まだ全部じゃないけど、マナ先生がノーラット王国の首都パレルモ、これね、はい、首都パレルモなんだと思って、王立学校に手紙を書いてくれたんだ。そこから資料を貸してもらえてな、ようやく解読の手がかりが得られた。王立学校と交友が持ったのもカイルがこの学校を建ててくれたおかげだなってことで、カイル君は首都からやってきたんだなっていうのがさ、ここでわかりますよね。普通アルバーナ程度の規模の町だと学校なんて作らないで各家庭で勉強を教えるもんだが、それじゃあ王立学校とか交友なんて持てないからな。王立学校すごい気になるけどね。カイルが学校を作るって言い出した時はみんな何考えてるんだと思ったもんだが、まさかこんな時が来るなんてな。そうか、パパのおかげなんだ。パパの解読にはもうちょっと時間がかかると思う。王立学校にも解読できないみたいだが、こっちにはアリアがいるからな。アリアはなぜかこの文字がなんとなく読めるみたいだし、それを手がかりに世界で初めてのアース文字を解読してやるよ。頑張って頑張ってください。でこれですね、この会話をおそらく1個見逃してしまったのでフラグが立ってなくてできないんですけど、まとめて石板を集めることは間違ってると思うんですけど、せめてこのボス倒した後にちゃんと石板これで全部みたいだなっていうのを各ダンジョンで話さなきゃいけなかったんですよ。春夏秋ってやらなきゃいけなかったんですけど、そこを飛ばしてしまったので、おそらく進行不能ですということです。
ということで、もう私はひとまずダンジョンをねダンジョンをどんどん進めていきます。じゃあ全部の畑を耕してきたので、これで石板のかけらを手に入れました。でね、これね、今度は5分の3なんですけど、これを私がやらなかったのが、1枚取ったらバレット先生に報告していくのがバグ回避にまず安全だったってことなんですけど、私はそれをまずやらなかったんですよね。1枚ずつ報告しに行かなかったっていう、それをやっていった方が確実に大丈夫なんですけど、それができなかったので、おそらく引っかかってるんじゃないか疑惑1です。これこれダメそうじゃないですか。ほらこれで全部みたいだなってすでに言ってるんで、もうこれで会話が変わらないんだと思います。まあとりあえず進めていきます。ガチャ側はこれできんわ。これか、ツンドラを4匹。で次ツンドラ倒したら、次は暗いうちのハイオーガバイキングやります。はい、これで最後はダークサイドの6匹、まだいけないんだけどやります。はい、一旦ボスダメそうだけど、まあまあまあ一回倒せたらラッキーで、クリスタルマンモス、突進はよくしっかり避けて、これには避けて、着実に、やばいやばい、あ、やっちゃった、初トライアゲインだね今のさえ避ければなんとかなると思うんだ。もう一回いきます。これさえ良ければ、これこれこれ、合図をしっかり見て、はいか、はい、いいじゃん、ほらほら、いけるよいける、速い動き、2回ピオラセは痛い、いかん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 、吸い込まれた。ダメだ動きわかんねえよ、回復して、違う、覚えておこう。30
7レベでも倒せちゃうと。はい、オッケー。いいね、勝利の BGM。 はい、なんとか始まりの森に戻せたわ。石灰も随分揃ったわ。きっとこの石灰には重大に意味がある気がするんだ。早くバレット先生に見せないと。見せます。ここで、あー、枯れ草かいやね、ダイヤモンド探ししていきたいと思います。いいね、ダイヤモンド。この調子で集めたい。まずここにアクアマリンを入れます。で、次が王様の3個、とりあえず1個入れます。あと2つです。はい、じゃあボスを倒した後に、本当はね、本当ならボスを倒すごとにバレット先生に話すべきだったということで、クリスタルマモスを倒したので報告します。ピンティ入れたよ。そろそろ全部揃ったんじゃない？そう、揃ってると思うんだ。子供山脈の石板が足りないみたいだな。そろそろこれでな、もし集めたらいい反応してくれればそれでいいんだけどね。なんか期待しちゃうけどねまあとりあえずということなんで、残りの石板集めます。1個はさっきのね、クリスタルマンモス倒したことでいけるやつなんで、はい、とりあえずここ、これをもらいます。トロピカルーンのレシピ、イエーイ。これで5分の3、あと2つ帰ります。おはよう。じゃあ、あとは2つはダイヤモンドを2つ集めることと、その先にいるダークスライムを倒していきたいと思います。ダイヤモンド2個目、あと1個。3個来た、いいじゃん、最高。運がいい時はすごいね。はい、やったー。どんどん行きます。これは行き止まりだけどね。で、ここなんだけど、一応ね、ちゃんと1枚ずつ報告するのが安全なので、ダークスライムはちょっと置いといて、一応バレット先生に報告しに行きます。はい、で、ここで一応話しかけておきます。ということで、あと1枚のダークスライムを倒しに行きます。オッケー、6匹。これで1,2,3,1 を最後の石板をもらえるんで、まあ、これでね、おそらく積むので動画としては終わりますが、会話見ましょう。さあ、これで一応5個集まったので見せます。こんな感じですね。はい、ドキドキの集まりました。揃いましたね。はい、早く解読してみて。よし、ちょっと待ってろ。なになに、ふむふむ、ん、まさか、いや、だがこれはしかしありえない。あれ、これストーリー進んでる。しかしそれ以外は、だとすればこの街は、先生なんて書いてあるの。まだ部分的にわからない場所があるんだ。アリア、ここ読めるかこの街って意味だと思う。アリアが読める、さすが。この町、あとここはどうだ。封印って読めるわ。あ、深刻な BGM に。どういう意味、封印だと。どうやらこの町はとんでもないことになってるらしいぞ。どういうこと。
この町は大昔に神竜ネイティブドラゴンの一匹非源流フレクゼードを封印するために作られたらしいと。ここで急にアルバーナの秘密。だがその封印は1000年しか持たない。そして今まさに封印が解かれようとしているんだ。いや、この石板の記述が正しければ数年前にはもう封印が解かれているはずなんだ。変な地震が多かったのもと、ここでフラグが回収されて地下でフレックジードが暴れていたんだ。フレックジードの封印が解かれるとどうなるの？フレックジードは破壊の神、地上を徹底的に破壊し、その後地源流プロテグリードが再生すると言われている。これ繋がってるよね、シリーズがね。そうやってこの星は生きてきたという言い伝えだ。それじゃあ私たちはみんな死んじゃうの？いや、過去のアースマイトたちは強力な魔法を駆使してフレックジードを封印してきたんだ。ドラグキャリバー、封印の魔法だ。それがここに書かれている。ドラグキャリバー来ました。じゃあその魔法を使えば今回も封印できるんじゃない？できるかもしれない。だが封印はフレックジードと戦って勝たなくてはできないんだ。神竜と戦う、そんなことが。封印の魔法は完成したんだ。迷ってる暇はない。俺が行く、かっこいい。でも先生、魔法は使えるの？試してみるか。何も発動しない。やっぱりダメか。俺にはアースマイトの血が流れてないからな。私がやってみるわ。さすが、かっこいい。かっこいいエフェクト。これがドラグキャリバーなのか。先生大丈夫？怪我がなかった？ああ、こいつはおそらく敵に直接ダメージを与える魔法じゃないな。どういうこと？補助魔法の一種だ。これをかけた後だと通常攻撃が効きやすくなるタイプだな。そうなんだ。アリア、お前はやっぱりアースマイトの血を引いてるんだな。石板の文字が読めるからそうじゃないかと思っていたが。では気づいた。カイルが記憶を失いながらこの街に流れ着いたのも全てはアースマイトの血のなせる技か。やっぱり私が行くしかないわね。まあバカを言うな、そんな場所に子供をやれるわけないだろ。洞窟へ遊びに行くのとは訳が違うんだぞ。でも誰かが急いで封印しないと大変なことになるんでしょ？それはそうだが、こと封印に関してはすでに封印が解かれていてもおかしくないんだ。こと封印？なぜ封印が解かれないのか理由はわからないが、もしかするとこのままずっと封印されたままかもしれない。それはな。とにかくダメだ、絶対にダメだ。わかったな。はい、ドラグキャリバーは俺が預かっておく。いいな。はい。は、もっともこの町の地下深くじゃ行きたくても。あれ？なんかさ、話進んでる。あ、行ける。え、バグってない。まずは先生からドラグキャリバーの書を取り戻さないと。バグってない、バグってない。え、普通に嬉しい。バグってないんだけど。もう諦めてさ、もう町の人たちと仲良くなることを諦めてたのに、バグってないよ先生。最後にあれかも、気をつけて石板集めしたおかげかもしれない。ありがとう先生。よかった。じゃあここで今回は終わります。これは進んでるよ、バグじゃないよ、よかった。ということで今回はここまでにしたいと思います。バイバーイ。